パンに落差のあるパンが立てば他の人よりも膝の下がルーツの第二バックよりも前に出ない。これがオーストリアのルーツの作り方。先でこういうチョンしてると思う。サルモンだから内膝が中に入ってても両方の外エッジが使えるようなセッティングがノーマルだと思うので、体の前で膝を抜くテクニックが必要になるので、体の前でスキーはターンが終わって方向に抜けると距離の位置になる。面圧よりも角度が強いから、オーバースタンスだったよね、去年よりね。こことここがさ、分かれてんじゃん。これはハンドルの遊びと同じで、歪むからスキーが回ってくるんだけど、ここが傷ることしたから歪むかな。だってクラクラ動くようになるのがブーツのバランスなんで、シーソーみたいになってる。2023年ワールドカップの女子開幕戦が行われましたので、その解説速報をお送りします。前編の今回はまずは1本目、2本目合わせて計18名分の実況解説をお届けします。次回後編ではその中で出てきたポイントを補足解説します。長いですが、実際の滑りを見ながら実況を聞いていただいた方がポイントを理解しやすいと思いますので、できるだけ見ていただければと思います。それでは早速実況をどうぞ。Und hier ist die Passage, du weißt es, Marco, wo es einfach mal darum geht, Tempo zu haben in jedem Tor.この子はどっちかっていうと思ったよりも足首の角度があって、今ちょっとこう前めなポジションが多いから、結構こういう足首の角度が最近多くて、これをパクってるのが、ロシニョラングのブーツをパクってみんなこういう感じのセッティングになってるよね。今までもっとこう足首起きてたからさ、ヘッドのブーツなんか特に。両方の外エッジは意識してるけど、やっぱニュートラルの、ニュートラルの時のスタンスはやっぱちょっとやっぱ広いよね。やっぱこの子悪くないんだけど、フラットな時のスタンス広くなりすぎなんだよね。これはフラットがあっていいね。で、急斜面もフラットがこのままできればいいんだけど、バランス悪い人はエッジトゥエッジになってダメになっちゃうんだよね。いいんじゃない。フラットがあったらラインキープできてるよね。やっぱこうやってさ、フラットが一瞬で回ると雪面からついてなくてもフラットがあると、やっぱこう体が入りすぎないから、スキーのフレックスのコントロールがこう効くっていうか。あとはやっぱり角付けが一瞬でターミをすごく使えるような操作になってるよね。より男性に寄ってるよね、やっぱね。去年まで違いましたね。やっぱタッチちょっと長いよね。蹴り切らないよね、あとね。やっぱりこう急斜面のせいもあるけど、踏み切るとやっぱりバランス崩れちゃうから、適度なところで次に行ってるね。シフリンもさっき1本目なども見たけど、やっぱもう頑張ってないね。急斜面頑張ってない。やっぱこれが体力もそうだし、ラインキープできてるね。ちょっと新しい滑りっていうよりは、多分勝つために出走キープしようとしてるよね。フィリップ30で行きたいと思ってないと思うんだよね。
もうね、抜いてるよね。でも抜いてるんだけど、ラインをキープするためにこのぐらいでいってて、あと王者だからこのぐらいで勝てるって思ってんじゃないかな。落ちないよね。余裕のラインです、だって踏み切ってないもん。そこがちょっと違うよね、ゾル、去年のゾルデンとかと。あとは何がいいのかっていうと、スキー曲げてないよね、やっぱあのただ入射角取って刺してるだけだよね。回してる感じが一切ないから、スキーしっかり動かしてただ差し込んでるだけだから、縦目でこう回す、その分回すっていう感覚は全くないよね。ちょっとね、でもね、あのオーバースタンスだったよね、去年よりね。もうちょっとスタンスシンプルだった気がする。あらしいな。トップ7、8以下はね、急斜面はやっぱりね、ほとんどね、エッジトゥエッジになってるかな。この人は悪くはないんだけど、フラットのところを抜いちゃうんだよね。フラットにしようとすると結構抜いちゃうけど、これだとタイムが出ないから、フラットは大事なんだけど、こういうフラットの作り方はちょっとタイムが出ない。ただあの乾燥率とか、あのバランスは保てる。ちょっとね、男子じゃないからちょっとね、ブーツの角度もちょっと全体的に緩い気がするな。もうちょっと両方のソテージ意識しててもいいような気がするけどな。力できちゃってね、打たないんじゃないかな。この力のこの柔軟性ならないと、ラングのブーツが少しいい歪みをしてくれてるよね。やっぱあれだね、逆に急斜面入った方が踏まないで追っつけられてるね。スタートよりも力みが取れてて悪くない。思ったよりタイム出んじゃないかな。ちょっとライン少し落ちてるけど、いいと思う。ターンに落差がある。ターンが縦、他の人よりも。シフリン、ターン、スッ、ターン、スッ、これはターン、ターン、縦は長いね。いいよ、スタンスが全然さ、骨盤よりも開かないからさ、ロスがないよね。だからスタンスはやっぱり股関節よりも広がると両インエッジが立った状態になっちゃうから、ね、このスタンスの狭さがすごくいいよね。あとはフラットの時は膝割れてて、ターン中はあの膝がこう
上下にすり合わさってるような、これが理想形。体回ってる、タッチが長い。これターンもやっぱ落差がある、ターンが落差がある。簡単なところはこうやって縦縦に行かないとね。あれだね、ブーツ古いの使ってない。やっぱ新しいブーツ合わないんだ、こいつ。やっぱちょっと内藤してるよね。もうちょっとやっぱりあの足首膝から稼働してくれる感じがいいと思うけどな。全部なんか地脇肩からの稼働になっちゃってるよね。このぐらいのスタンスで行ってくれるのがすごく効率はいいと思うんで、ただスキッティングするときに払いながら外につけていけばいいんだけど、基本的に飛んで振ってるだけだからな、ね、今みたいに飛んで振っちゃうとああなっちゃうから、振るんじゃなくてそれにやっぱついていくといいと思う。谷回りは結構頑張ってる、しのじな感じではない、うん、緩斜面は逆にそれでちゃんとテールまで使ってないから、これは悪くはないけど、やっぱちょっとこう平面に向けちゃうという体の八の字を描くときに体の下で体の前に八の字を描いたり、ちょっとなんか別のスケールが両方の外位置にしたいな。出だしはやっぱりさ、ちゃんとフラットに早く作れるから、ちょっと上に抜けてくる。これ突き動かして慌てないで中に入れないで外についていったりかな、比較的こうやって安定できるんだよね。難しくなさそうに見える操作はいいと思う。フィッシャーはよくやってると思う。フィッシャーのブーツってこういう風にこう何にも力入れなくて外になってるから、これをなんかこう内側にしましょうっていうブーツだから、この内側の緊張感にしてくれればいい。力抜いたら絶対抜けるからさ。technisch gesehen, weil sie hat da im steilen, sie streckt das Außenbein eben weg von ihrem Körper.フラットの時に膝がすごく割れる。でそのままターン入るから血圧首打ち膝軌道になってるから、そういう滑りいいんだよ。膝がふっとほら割れてる。で打ち足首打ち膝から危ねえ。
bis 2 gerade noch etwas flacher, aber reicht das Grundtempo, damit Butzig jetzt Molzander verdrängen kann? でも絶対にやっぱり両方の外エッジが効いてる方が有利なんだよ。ほら、ほら、打ち切りで返す。ほら、この時にこうやってピュッて打ち切りで入るよね。すごく斜面に立ったいいバランスでいったんじゃないかな。斜面に立ってるかってどこ見れば分かるんですか？脱重するときに、推進力に変わってるのか上に抜けるのか。なるほど。頭から来てもうちょっとね、さっきの返し切って入れると速さがプラスになると思う。ここ漕がないと前に進んでいかないぐらいなところだからね、ゴールがね。完全にもうちょっと煽ってあげなきゃね。だからゴールこうやってへーって言えるんだよね。もっとゲロゲロになるよね。これもうサルモンだからこのぐらい膝が中に入ってても両方の外エッジが使えるような、セッティングがノーマルだと思うので、それがサルモンの上手なとこだと思うけど、もう結局膝返ってないからもう一つ勝ちまでいかないので、返し切ってなくてもアウトエッジに乗れてるサロモンで、ブーツそういうセッティングで、ブーツなんだね。オーソドックスなブーツの作りだね。さっきほど足首入ってない。このまま行ければいいけどね、かなり力で飛んでいったね。これはね、僕のね、膝頭がブーツの第二バックルが前に出ないから、安定していけるのがすごい靴固くしてると思うんだけど、足首入っていかないじゃん、押してる。これがオーストリーのブーツの作り方。国策でこういうチューンしてると思う。後でもう一回お願いします。あんまり意味か分かんなかった、後でお願いします。この辺も真似してたり、日本の技術性の足首起きてるね。頭と肩から入ってるな、ね、だからこれは昔の滑りなんで、足首が入ってないから、頭からと肩から非常にいい感じになっちゃう。足首入ってた方がフラットの時に膝外に行くから、だからそこはルーツのセッティングの仕方が違う。ボディミラーより頑張ってますか？頑張ってないよ。
さんがミスしてないよね。もうこっからやっぱりラインキープなんだって思ったね。下したところもさ、余裕だもんね。ちょっと守りすぎじゃね、ここプラスになっちゃってる。なんでかっていうと、面圧よりも角の方が強いから。角と面圧で今のだと間違いなく角の方が強い滑りになっちゃってるから、うん、か制御してる。本人も走ってないの分かってるから、っていうのがメイスで向こうになる。天才の勝てない本当に。すごいね、膝の前でさ、抜いてさ、膝がすごい外に行ってるからさ、ターンの中入ってるって膝入ってさ、頭と肩から入ってこねえじゃん、全然。もうすごくさ、スタンスがやっぱり安定してて、体の前で8の字を描いてるよね。体の前で膝を抜くテクニックが非常にいいよね。シフの上ずらしなかったら軽いね。これは近代の滑りっていうのフィジカルとターンを縦にしてくるかって。縦にこうやってくるパターンと、さっきの前のパターンにちゃんとフラットはあるよって8の字で書いてくる。特にこの違いがある。さっきの人とこの人の滑り方が全く違うよね。すごいね。
メインアタイルもやっぱ影強いとこうやってバランスが悪く見えるよね。うん、メインアタイルもなるべく気にくいエッジはちょっとみたいな感じが、これも縦に付けるっていうのは考えないと。なんか最初今ドキっぽいかなと思ったけど、後半古い感じになりましたね。出だしちょっとさ、なんかさ力んでる感じがあってましたね、うん、やっぱそういうのあんだろうな、多分実力出てないっていうことだと思う。リラックスして慌ててないね、これ Singer&Bright で言ったんだけど、うん、オーソドックスなんだけど、スキーの抜き方が違う。どうだったんだ。あのさっき2位と3位の人と同じ滑りなんだけど、うん、あのフラットはある。フラットはスキーの方向に持ってかす。いかがでしたでしょうか。だいぶ変化してきた先鋭化。差が明確になってきたという感じでしょうか。いろいろなポイントが出てきましたが、次回後編で解説します。